はい、こんにちは、スプレアタイで、ぬめちゃんとテオちゃんです。こんにちは。ということでね、ペヘラガルトっていう食べ物が、生き物がわかんないけど、うん、ここでしか食べれないんだよね。そうだね。メキシコのチャパスっていうところしか食べなくて、うん、美味しいのかわかんないけど、美味しかったらもう最高じゃん。最高だね。食べたことないからちょっと食べてみたいと思います。うん、レッツゴー。行こう。なんだ、トカゲなの？わかんないでしょ。わかんない。ワニかトカゲ。なんかね、今見せてくれるって言うんだけど、違うでしょ。これエスタ？おわ、魚じゃん。イグアナとかじゃなくてよかったわ。よかった。待って、サルサソースにヨヘの好きなアバネロが入ってる。うわ、これはユカで、うん、なんかここの場所しか作られないトッピアです。シンプルタイム。あ、美味しい。美味しい。やっぱ、目見てね。どういうこと？あ、これが上なんだ。ワニみたい、トカゲみたい、わかんない。歯が見えるかな。ここが鼻のところ、ワニみたい。本当だ、ワニの鼻してる。え、見て見て、なんか1、2、穴が開いてる。だから鼻の位置するとこじゃないの。あ、見て見て、見れる。お、見れるかな。どう、ここめっちゃ硬い。え、魚なの？鼻がすごい。 歯がさ、本当に多分ほら、痛い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 、噛まれたら絶対痛い、痛い痛い痛い、やめろよ。切れない。ほら、なんかこれを外して食べてって言われた。なんか割れって言ってたよ、こうやって。ほら、あ、あ、こういうことで、こうやって、ほらほらほら、こうやるやつだ。そういうこと。あ、こうやって、ほらほらほら、皮、皮はもう硬い、めっちゃ硬い。どうやって食べるの？こう。あ、なんか、何？ちょっと汚いの食べ方。うまっ、魚だ。魚？うん、なんかありました。うん、できますね。うん、だね。シーコマイソ？シー？シー？シー？サビ？サプルベッド。魚。魚ね。いや、うまっ。ちなみにね、この魚はマヤ文明の人たちが、うん、マヤの人たちが食べてたんだって、うん、ずっと食べてた。すごくない？でメキシコのチャパスとかタバスコ州に行くと食べれるらしい。食べれるらしい。で、だいたいこの 600g でいくらだったっけ。高くて300だとして1800円ぐらい全部で1800円ぐらいで、これ食べれればいいんじゃない。めっちゃいい思い出で、うん、本当に本当に美味しい。うん、本当にね、魚美味しいし、まあ脂がないし、そう、体にいいよね、多分。うん、ということで、ありがとう、見てくれてありがとうございます。アディオスアミゴス。